はい、では授業始めましょうか。今夜は何の話しましょうかね。そうだな、先ほどまたスペイン語と中国語の練習やってたんですけれども、まずはですね、天気から始めましょうかね。そうだな、今日の朝と、昼間雨また降ってきましたね。そうだな、その昨日の天気予報として何言ってたんでしたっけな。あ、確かに今日の朝雨が降ると言ってましたよね。そして、そうであると、分かりましたね。なんで分かったかというと、やっぱりですね、その昨日風ありましたね。あとその、雲もですね、結構曇っていたし、風プラス雲、やっぱ雨が来るわけですよね。はい。では、そういう、データから、今、どうだろうね。今、どんな、この予測ありますか？明日の天気だったらば。そうだな。まだ雨降ってると思いますし、曇っているし、風、もう、見えないというか、まあ、すでに、暗くなっているから、まあ、とにかくそうであるとしても明日の朝また雨が降ると言ってますね。はい。で、明日の朝そうであるかどうか、調べて、また調べてみましょう。はい。では次、そうだな、DW、エスパニョール、またこの YouTube チャンネル調べてたんですけれども、昨日はねですね、確かにストック、その株式会社のこと言ってたんですけれども、でもね、調べた、見たときに動画の、タイトルとして、その見出しとして使ってた言葉は何ですかというと、家なんですかね、家。株じゃなくて家なんでしょう。つまりその、アメリカはこういう問題があるんです。その、人たちは言えない。言えないというと、どれぐらいだろう。その600、ちょっと待って。600、650、ね。650万。超、ね。そんな数。言えない、つまりその人たちは買えないね、言えないからね。どこに住むようになるかね、言えなかったら。だから、こういう、私立会社、まあ私立って言ってんですけれども、名前はあるんですかって聞かれると Airbnb ね。こういう会社は、じゃあ、あなたは、家探してますよね。じゃあこの家借りていいよって。ただ僕の印象としてこれは、長くこういう人住めることじゃなくて一時的だけでしょ。なぜかというとその、本当に持ってる人は他に家ないからね。だから例えばあなたは探してる部屋ね、部屋探してるでしょ。じゃあ僕の家はこういうこのお客さんの部屋があるから、じゃあどうぞそれ置かれていいんですよ。そういう印象を持っていますし、で10年前ぐらい、アメリカに行ってたんですけれども、その父はまああのあそこに何だろうね、泊まりたいっていうか、住みたいっていうか気持ちだと思ってたまたま一緒に行っちゃって。そしてその、うちの、友達ね、その友達の家に泊まってたんでしょうね。それはどこですかというとサンフランシスコに、泊まってたんで、で人たちはじゃああなたは英語まあある程度喋、れる理由はあれですからね。僕らは全くアメリカに行ってない、フィリピンしか、住んでないんで、じゃあ、英語できない、やっぱりですね。実はですね、その前にですね、すでに英語、
できましたからね。なぜかというと、英語使ってたんですかね。その教師として、日本語の教師として英語使ってたんで、それで毎日ぐらい英語で、何かの解釈、日本語の解釈ですね、文法とか、これ、何かの、その、教科書の、話は、何の意味とか、どういうことですかとか、そういうことは、英語で、解釈してたんで、もちろん、間違っていた時だったらば、まあ、恥ずかしいからね。だから、できれば準備、ちゃんと用意しないといけないでしょう。だから、そういう練習になったわけでしょう。で、それはどれぐらいやってたかって、まあ、5年間ぐらいやってたんでしょうね。そういうことで、まあ、英語はできるようになったんでしょうね。で、その前にもですね、日本に、まあ、派遣、してた時に、そうだな、あれは、そういう、事務所は、さまざまな外国の人が来て、仕事をしてたんですね。で、その仕事として何やったかというと、まあ、IT 関係なんで、あとその、外国の人って、どこから来たんですかというと、まあ、オーストラリアとかこういう、英語ですね。その、国は実際にそういう言葉はね、そういう言語使ってるから、そして、まあ、やっぱりですね、フィリピン人はそういう、確かにそういう体験はあまりないと思いますからね。例えば、こういう直接に、聞かれる、ね。例えばなんだろう、その、場面としてですね、場面としてなんだろう、このパソコン画面あるでしょ。でこの英語で書かれてるもわかるか、というみたいな質問とか、読めるかとか、そういうことを聞かれるでしょう。で、フィリピン人に対して、あれは慣れてないし、直接に、こういうことをね、聞かれると怖がってしまう、時もあるでしょう。そういう、あれ、なんで怒ってんのとか、そういうことになっちゃったら、もう、何言うか、って言うと、まあ、はい、とか、まあ、あんまり喋られなくなるでしょ。こいつは怒ってるでしょ。だから、じゃあ、あとはどうなる、ね、この人は、フィリピン人、どこか行っちゃって、で、そういう、まあ、友達とか話したりして、で、直接に言わなくなる。本当に言わなくなるんですね。その人に、その外国の人に言わなくなるでしょ。で、もっと困るようになるでしょう。もっと大きな問題になっちゃうでしょう。人は間接的に話したり、コミュニケーションできない。聞いても直接に言わないとか、もう分からなくなってる でしょう。本当に、曖昧になってるですね。誰が怒ってる。で、違和感って言うようになって、もう本当に問題になってますし、フィリピンの人は、やっぱりそういうことをですね、その直接の話は慣れてなくて、まあもちろん英語ですからね、英語。そして、その外国の人もこういう、偏見というか、そういうアイデアは、フィリピンの人はあんまり喋らないからね、この人たちはですね。で、あと、何か言っても、何か聞いても、こいつらは、ちゃんと説明しなくて、ちゃんと喋らなくて、もう本当に、他の人にしようかと、みたいなことで、そういう結果になっちゃうでしょう。で、当時もですね、このうるさい音なんですけれども、まあ、携帯電話の技術とか、勝手にですね、なんか、僕は口開けたいのに会話してんのみたいなことになってる。で、お前何言ってるかというように言われて、もう僕も何も言ってないからね。そういうことは何も言ってない。この人は悪い。この人は悪い。とみたいなことになっていて、まあ本当に問題になっちゃう。自分としては、人たちになんか、
お互いというか、まあ、お互いされちゃうというか、まあ、実はですね、フィリピンに帰って、大学の教師として働くようになって、で、結局そういう結果もなっちゃいましたよ。なんかね、あの、試験受けるときに、前先に分かってんだろう。この答えとか、そういうみたいなことで、で、お互いも来たんでしょうね。で、結果として、まあ、本当に試験受けて、で、合格できたんでしょう。で、人たちは、あ、はい、じゃあちゃんと勉強したんだね、と。言われて、まあ、その先はもう、なんかの、その Facebook みたいな、映画みたいな、場面あったんですけどもね。そういうことだったんです。で、やっぱりですね、このうるさい音のせいだと思いますよね。で、なんで、そういううるさい音になったかというと、まあ、その、違法入手してきた嗜好品とか、この車とか、もうすでに警察さんが捕まえたんですからね。で、彼らは探してるんですから、で、やっぱ、この人のせいだと思いますとか、考えてしまって、勝手にまた、人生です。自分の人生とか、まあ、周りの人の人生も、迷惑をかけちゃってね、困らせて、そしてですね、こういうインターネットのことなんですけれども、やっぱりですね、メールとかまでもですね、読めるからですね、それを分かったんですよね。例えばこの Gmail とかプライベートなんですけれどもね、そのプライベートの設定になっているんですけれども、まあ、セキュリティもあるし、 HTTPS とかみたいなこともあるし、RSA とかもあるのに、こいつらはそれでそのパスワードとかエンクリプションなのに暗号化になってるのに、そのファイルですね、ファイルですからね、ファイル持ってる、あれはね、ワイルシャープみたいなことでその検索できる、 RSA って書いて、ずっとこれバーンとか、これ RSA の件出てくるわけでしょ。ああ、はい、わかった、 Gmail はこれ使ってんだ、でそれ取るわけですよね。で、人はメールやり取りやってんのに、じゃあ読めるんだな。こいつのやり方なんです。で、そういう技術持ってんのに、警察官が、こいつらの執行員捕まえた。なんだ。で、そのグループの中、もう争ってる。お前何やったんだって、みたいなことに。でしょ。そういう問題になって、で、その本当に仕事してる、勉強してる人たち困らせて、だからどうすればいいんだよ。こいつら潰さないといけないし、壊したりするからね。人の人生ね。本当に働いてる、本当に勉強してる人たちの人生。だからこの要求する、人たち、潰した方がいい。そういうことなんでしょうね。はい。では、ここまでにしましょうか、授業。また、今夜もありがとうございます。